三。アドル。え？アドル。いつでも行ける。味の方はどうだい？リコッタちゃんに教わって僕が入れてみたんだけど。あ、本当かい？ほっとしたよ。よかったわね、あなた。無事に出産が済んだと言っても、当分の間はゆっくりしてもらわないと。あ、私も同感よ。そんな、お茶を入れた程度で大げさな。無事に出産が済んだと言っても、当分の間はゆっくりしてもらわないと。ただでさえ赤ちゃんのことは君に任せっきりだしね。もう大丈夫なのに。でもありがとう。あ、これですか？実はこの間、双子の月が綺麗な夜にエドからもらったんです。実は僕たちが出会ったのも同じような夜でさ、その時に渡そうって決めてたんだ。はい、私は本当に幸せ者だと思います。ちなみにアドルさんがこの指輪のルビーをくれたとか。おかげさまで素敵な時間でした。ちなみにアドルさんがこの指輪のルビーをくれたとか。本当にどうもありがとうございます。ルークも喜んでる。それにしてもアドルさんにはどれだけお世話になったことか。というよりアドルさんがいなければこうして3人でいることもなかったでしょう。本当に感謝してもしきれません。ああ、君は僕たちにとってまさに英雄だ。アドル、この島を出ていつか君がグリークに立ち寄ることがあったら、その時はできればでいい、僕たちの家に遊びに来てほしい。そしたら君にふさわしい最高の冒険着を仕立てさせてもらうからさ。その頃にはこの子もどれだけ大きくなっていることか。いつの日か叶うことを願ってますね。ママよちよち。ルーク。